高瀬五山、元年坊祭りは、富山県と山市で大久保並びに上大久保地区にて、毎年4月第2日曜日に行われる、戦国時代より続く八万宮の春季祭礼で、多くの子供たちが、同地区を練り歩き、指定された各所で、元年坊踊りを踊る。また、子供たちと共に一気の引き山を栄光する。大阪の石山本願寺を、織田信長が攻めた石山合戦の際、 越中の僧侶や門徒たちの多くも支援に向かった。やがて朝廷は直視を使わし和睦が図られ、約10年もの長きにわたった紛争が終了したことを喜び僧侶が踊ったのが始まりとされる。大正の初め頃からは1862年に八百町今町より譲り受けた高砂山といわれる引山が子供たちと共に栄光するようになった。 昭和10年代から第二次世界大戦の影響で、祭り自体が一時廃絶したが、寄付を募り、引き山の修復などを行い、1976年に復興を遂げた。現在では、五国法上を願う八幡宮の春季祭礼として続けられている。2020年、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、関係所団体はこの年の開催を中止。 翌2021年は巡航路を短縮し、行われた。引山は1976年12月18日に、大沢野町の有形民族文化財に指定されている。また2006年には、と、山の文化財百選に選定されているほか、引山の先導役として上、大久保地区が指示を出しているが、この指示前は2005年に、と、山の文化財百選に選定されている。 元年棒踊りは、大久保小学校の5年生を中心に、約50人が、紅白の巫女姿や黄色と萌え着色の着物を着た女子と、ハッピー姿の男子が、元年棒踊り歌に合わせ指定された十数箇所にて、踊る。林、歌には笛、尺八、三味線、太鼓を用いる。踊りは手踊り、たすき踊り、四つ竹と言われる四枚に竹を切ったものを、鳴らす竹踊りがある。 また、引山とは別に林方が乗る屋台が同行する。引山は、八尾町で、現在も続く越中八尾引山祭りのうじこ町である、今町が、2回目の引山を1862年に作り変えた際、初代の引山を古物賞を開始同年に譲り受けたもので、安永年間に創建されたものと言われ、高さ6.1メートル、長さ約4.61メートル、 一階部分2.36メートル、幅、屋根部分3メートル、一階部分1.9メートルの2層、構造や体形式の彫刻山で、屋根は入りもや造り。前後の軒は東波符である。屋根の四隅には、洋楽がひさげがっている。醸造は、降欄で囲み屋根を支える4本柱には、門が入った天幕が張られ、中には、祭りの名前の由来でもある。 ご身体の上とバーが備えられる。今町の時代は天神様であったが譲り受けた後変更された。後方の御腰は備えられていない。火葬にはミスが三方に掛けられており、天幕ミスには梅鉢門が入っている。かつてはここに学人と言われる林方が入っていたが、現在は林方専用の屋台があるため中では演奏していない。弾くための家事棒は、 前方だけに備わっている。車輪は直径60センチメートル、幅15センチメートルの四輪の断じり様式で、釘などの金具は使用していないなど、八尾引山の江戸時代当時の姿を色濃く残しており、貴重なものである。夜には引山上部に丁鎮が付けられ丁鎮山となる。引山は1876年から1887年に、 かけて修理が行われており、修理費は頼も志向によって区免された。1976年の復興時には、寄付を募り、引き山の修復などを行った。午前9時に、下大久保八幡宮にて児童たちが、奉納踊りを行った後、揃いの発表を羽織った若者たちによって引かれる、引き山を伴い、 午前10時20分頃上、大久保天満宮へ向かう。下大久保と上、大久保の境界線では、上、大久保姉妹保存会による迎え志子が行われ、その後上大久保天満宮近隣まで笛や太鼓を鳴らしながら、引山と児童たちを先導する。また、元年坊踊りは指定された十数箇所で披露される。夜になると、引山は、超さ山となり、踊りも、 各所で踊られ、午後9時頃に、八幡宮へ戻る。富山県内では、毎年9月3日に、親部市、綾子の大田神社周期祭礼にて綾子の元年坊踊りとして踊り継がれており、1965年3月16日に、親部市の無形民族文化財として指定されている。ありがとうございます。